まあ愛知県、特に愛知県は中部第一と桜川が2校出れるってことで、まあたくさんの高校がある中で2校が代表して出させてもらうので、そういう目指していたけれど出れなかった仲間たちのためにもチーム愛知でいい結果が残せるように頑張りたいと思います。できないな環境の中で自分たちがしっかりできることを積み重ねていけば、必ず結果とか自分たちが報われることがあると思うので、落ち込まずに前を向いてやることを目標に頑張りましょう。自粛期間で辛いことがあったと思うんですけど、これを乗り越えたっていうのはやっぱりこの学年しかない経験だと思うんで、しっかりその経験を生かして次のステップに進んでいければと思います。こんな経験ができるのはやっぱりこの学年しかなかったと思います。いいなことかもしれないけど、これを乗り越えたから次のステップや次のステージで活躍できると思います。公式試合とかもなくなって、自分たちの全力を出し切れるところがとても少なかったんですけど、高校生活はもうこれで終わっちゃいますが、大学で続ける人は大学生でも頑張ったり、続けない人でもその後の勉強とかも頑張ってほしいなと思ってます。ウィンターカップの大会予選とかで全部があるかないか分からない状況で練習とかも続けてて、自分たちのチームも特にモチベーションが全然上がらなくて、自分も一回部を離れようとしたっていうのもあったんですよ。でも戻って試合ができるっていう喜びを気づけたっていうか、練習きつくてその間で本当に大会があるかどうかも分からないままやってたんですけど、でもそれでも自分たちだけじゃなくて他のチームも今準決勝で負けたチームとかも頑張って戦ってきたので、そこは全員がこの乗り越えてきたことは今までないと思うので、全員に頑張ってきたなって思ってます。